僕は平凡なサラリーマンだ。これまでの人生で一等賞を取ったことなんて一回もない。ずっと。自分じゃない誰かになれたらって思ってた。ドゥン、ドゥン、ドゥン。え？うわぁ！え？え？え？うわぁ！え？え？え？うわぁ！え？え？足長ぁ！そしたら、キジブラザーになれた。戦いだって、意外とうまくこなしてる。おりゃお待たせしました。でも、愛の力。姿形が変わっても、僕自身が変わったわけじゃない。やっぱり、僕にはミホちゃんしかいない。愛するミホちゃんにとって一等賞であれば、それでいいんだ。つよしくんは、できる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 。そうだ。僕はできる。けん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 。お次の方、どうぞ。ああ、次は犬ブラザーさんの番ですか。未だにどこの誰かもわからない。話の聞きようがない。パスだな。そんなのかわいそう。不公平だ。ワン、ワンワン。もし、ドンブラザーズに MVP があるとしたら、敵ながら、犬塚翼こそふさわしい。売れない舞台役者だった犬塚翼は、1年ほど前のある日、恋人の夏美をさらわれた。お、折り紙。あ、ドーン。夏美。目を覚ましたか。その女は適合者だ。誰だ。ピシーブーン。夏美、夏美。ピシー。男よ、このことは一年間口外するな。そうすれば貴様は再びこの女に会えるだろう。キュピーン。待て！それ以来彼はなぜか指名手配され、追われる身となった。俺は何もしていない。無実だ。だが、謎の声との約束を守るため、俺は逃げる。逃げ続ける。すべては夏美を取り戻すために。アバターチェンジ！ある日、俺は犬ブラザーとなり、正体も知らない仲間たちと一緒に戦うことになった。俺を追ってる奴らよりも、よほど世界の平和に役立っている。犬塚さん。ああ、俺が。犬塚翼だな。一番しつこいのが、佐山とかいう刑事だ。全員逮捕だ！俺を追うあまり、一月にまでなった。ああ、ドン、こっちだ、こっちへ来い。待てブルルルいつしか佐山は獣人と化し、人間離れした力を発揮するようになった。貴様は、
夏美、犬塚翼、せいぜい逃げ続けるがいい。ピューきっとワンちゃんも苦労してるよ、私たちと同じで。よろしくお願いします。前田でした。